はい、皆さんはどっちです。今日は2018年4月の9日、夕方の17時ちょうどです。よろしくお願いします。30分って早いよな。なんか配信者の時間の感覚ってさ、もう4時間枠とかが当たり前になっちゃってさ、6時間枠とかニコ生の。なんかさ、30分ってもう本当に一瞬なんだよね。言いたいことを伝えるには短すぎる時間だと思ってて。なんかすげえへこむわ。枠取るの遅すいません。ごめんなさい。勝てそうな人とやるっていうか、別にそういう勝てるか勝てないかとかじゃなくて、なんだろうな。どうなんだろう。ダンカン塾なくなったかどうかは公式のアナウンスが出ますんで、ツイッターで運営さんから、まあ YouTube で動画になるのか、ツイッターになるのかわかんないけど、まあ、フォローしてたら絶対通知が来ますよ。卵味噌が永久バンになればいい。ふわっちょ？なんで？だから、勝てるか勝てないかっていうか、ごめんなさい。狐枠なんで誰かわかんないです。気づかずに喋ってたっつうか、いや、延長、そうだね。喋り、終わっちゃったね。言い訳って何？言い訳って。セゴロ本当にがっかりした。ごめんね。ダンカン塾がなくなったかどうかは、運営さんから発表があるでしょっていう。俺から話す立場ではないから、ツイッターフォローしてたりとか、動画を見たらわかることなんで、公式のアナウンスを待ってください。富士そばは誘われてないですね、僕は。セゴロに関しての言い訳はもうやめ。OK、わかった。なんだかんだ今の青山よりも和道の方が愛嬌があって好感持てる。ありがとうございます。卵味噌、例えば何悪いことするの？卵味噌の話しようか。じゃあ、卵味噌具体的にどんな悪いことしてんの？俺が知ってんのは弾丸塾バックレたっていうことと、まあ自転車の旅を不正行為をしたっていうのと、そういう感じ。富士そば誘われたら行くのか？誘われた時点で検討はするかな？誘われてないものに行くのか行かないのかって言われても、のりゆきさんからしたら、いや、誘ってないけどっていう話になるでしょ。あくまで、のりゆきさんから、和道をちょっとやんないみたいに言われて、で、返事をしてから公表するタイミングだと思って、誘われてすらいないのに行く行かないっていうのはおかしいと思ってる。テルはおばあちゃんに君にしまくって気持ち悪い。いや、まあ、知ってたかんね、俺は。それは。LINE で振り込みのお願いしてくる。誰が？卵味噌？それは良くないね。ああ、そうなんだ。来年やるならカズンさんとバッチリやりたいって言ってた。ああ。まあ、ねえ、カズさんにすげえ気に入られてるし、ヒカルくん才能あるからね。受け身とかじゃなくて、もう、俺が決めることじゃないんですよ。僕のイベントではないんで。テルはオフパコしまくってるね。旅団は別にお金かからないよ。ていうか、旅団のメンバーなんか誰もいないよ、今。俺一人だから。かな、大原の枠で顔出しするらしい。アホだろ。ああ、まあ別にいいんじゃないの？顔出したきゃ出せば。ミュール知らない。なんか TCP でしょ？ミュールは。なんだっけ？なんか、唐揚げなんとかっていう名前でしょ。テルチャンピンの面白さがわかんない。いいんじゃない？面白いと思ってる人は面白いんだから。参加したいならとかじゃなくて 俺が参加したいかどうかとかじゃないでしょ。行くの？って言われたから、行くかどうか決まってないですよって言った。テルチャンピーは男ともオフパコするって聞いた。金のためなら。いや、それはないでしょ。卵味噌は過疎配信者。ふわっちょ。余談メンバーはもう俺も覚えてないね。匠さん生きてるよ。テルの面白さが分かんないって言ってもファンがいるわけじゃん。だから、テルのことを見てるリスナーさんはテルが面白いんでしょ？多分。
カメラはね、ソニーの α7-3 っていうのを買おうと思ってる。ふわっち全体終わってきた。そうなのかな。でも、なんか稼いでる人は稼いでて、稼げる人と稼げない人の差が出てきたって感じかな。いまだにまだ稼げてる人は稼げてるっていうふうに思ってる。先週テルに抱かれた。マジか。よかったじゃん。あれか、ディズニーランドオフ会の時か。よかったね。まあ、テルが好きだったら嬉しいでしょ。いくら払ったの？ 28 号さんはテルに抱かれたのに、トータル今までいくらかかったの？抱かれるまでに。教えてよ。配信者は金のためなら、性別問わずパコるよ。から基本。よくわかんないわ。映画はね、恋愛ものを、創作ものを作ろうと思ってる。わかんない。貧乏なわけではなくて、俺にただ単に金投げるのが嫌なんでしょ。100人に1人ぐらい金持ちいると思うよ。鮫島金杯殴って実績作ったから来年捨て頃出場。あ、でも鮫島さん本人が捨て頃は興味あるって言ってたね。終わった後出たいって言ってたよ。ありがとう。ありがとう。バカありがとう。捨て頃、いや、なんか捨て頃の話はみんな嫌みたいだからやめとくよ。求めてないって。捨て頃の話は聞きたくないって。バカありがとう。サンキュー。機材レンタルじゃなくて買おうと思ってるね。ノウハウは全くない。映画の作成についてはね、全然ノウハウないよ、俺は。全くのど素人。だから、インディーで撮る感じだね。インディーで撮る感じ。ノウハウ全くない。ただ、ノウハウある人が周りにいるから、ちょっと飯食ったりとか。脚本はね、リスナーさんが書いてくれるって。時給計算じゃないよ。もう本当にひどいよ。だから一番、今月で一番ひどい時、日当66円だから。日当66円。そうだね。原案は俺だね。のんちゃん47歳。あれ、のんちゃん誕生日いつだっけ？16日だ。働いた方が給料いいだろうね。機材レンタル安いって言っても、カメラの使い方とかも覚えたいし、使いこなさないと分かんないから、とりあえず買うよ。あ、ごめん、捨て頃のね、話題はみんなするなって言ってるから、40号さんやめとく。ごめん。配信で食って食って他人を落として自分が正しいって思われるのが成功法なの。まあ、そういう人が売れてるよね。そういう人が花火飛んでる。俺はあんま好きなやり方じゃないけど。いや、ずっと寝てるだけだよ。キャストは配信者にこだわろうと思ってないよ、俺は。いや、やめた、やめた。生活費先にくれっていう方が花火飛ぶ。まあまあ、生活費も欲しいよ。だから別にカメラ代に使ってっていう人はカメラ代にこっちの方にいるし、生活費に自由に使っていいよっていうのは自由に使わせてもらうよ。配信サイトなくなればいいっていうか、俺は配信好きだから、なくなったら困る派だな。俺も色恋しないよって。俺色恋とかできないもん。俺のことを好きな女の子なんかいないよ。笑うでしょ。和道さん大好き、付き合ってくださいって。そもそもいないから。 俺のこと色目で見てるリスナーなんかいないよ。人を蹴落としまで這い上がろうっていうか、なんか別になんか面白いと思わない、俺は。
キャスは僕はやらないですね。キャスはやらない。うん、あ、まあまあ、のんちゃんはまあ元リスナーだけど、まあだから、ね、好きだって言うから付き合ってるわけで。うん、確かに。いや、コンタクトしてみれって、ね、なんだ、パンクっていうインディー映画って自分がだって作るんだから。でもコンタクトしてどうすんのよ。どうして、どうすればいいのよ。あー、それはね、58号さん、俺もその通りだと思う。アイテムが上がるか上がらないかは配信の内容ではなく、その人の魅力。本当にそうだと思う。本当にそうだと思う。めちゃめちゃ的を得てる。うん、ちなみに好きな作品は何ですか？インディ・ジョーンズですね。いや、生活保護には戻りたくないかな。うん、いや、だから魅力がないから花火が上がらないんだよ。俺は言った通りだ。魅力がないから閲覧はあっても花火が上がんないんだよ。だから俺に魅力がありませんって言ってるので一緒だよ。うん、でしょ？ 1 円しかなくてもやりたいことがあったら行動さますか。あ、でも映画監督なんて多分暇人だよっていうのは、当たってると思うよ。元々の映画っていうことを考えたら。映画は産業になったけれども、結果今は。だけど、元々、なんか面白いもん自分たちで作って、わーってやろうぜっていうところから始まったわけでしょ。だから、まあ、別に何でもいいんじゃないの？いや、だからアイテム上がってるっていうことはお金の価値があるっていうふうに誰かが判断してるわけだから魅力あるんでしょ。うん、ノンラブコメント書いてるよ普通に。うん、知らない、復活しないのって俺に聞かないで。弾丸塾のことに関しては公式のツイッターと動画で発表するんで、そちらの正式な運営さんからの発表を見ればいいんじゃないですか。僕の立場からは何も言えないですよ。弾丸塾がどうなったっていうのは僕からは言えません。なんでそんなみんな弾丸塾って言ってんの？面白くないって言ってたじゃん。わかんない。もうドレさんの放送全く見てない。全く見てない。いや、旅団入ってもいいよ別に。サブカル系の内容どういうこと？まあ結構ダラダラやってるかな。こうやくんは、あ、そうですね、こうやは死にましたね。はい、僕は確信に変わりました。囲い復活って、いや、囲いなんている？俺のこと囲ってるのが。あ、俺声高いんだよね、ごめんね。結構コンプレックスなんだよね。捨て頃の話は聞きたくないってリスナーさんが。荒野の曲聴いたって一緒にスタジオ入ってるもん俺。だから荒野と一緒にバンドやってたの。一回スタジオ入ってる。録画残ってるよ。
まあ格闘技センスなかったね。壊滅的になかったね。荒野が死んでどう思った？いや、悲しいね。すげえ。めちゃめちゃ悲しいね。あと、なんか、こう、悔しいね。ドラム下手だよ、俺。荒野カート・コバーンにめちゃめちゃ憧れてた。ギターもムスタングっていう、カート・コバーンと同じギターだった。企画、映画撮る。映画と、あとね、生活保護完全マニュアルと、あと何ある？シルバーでしょ。あとなんだっけ？生活保護完全マニュアル、シルバー、映画。ごめん、今頭回んねえわ。あれ、ムスタングじゃないんだ。リア突の旅はもう正式にやめるって公表したよ、俺。やってないよ、もう。企画書っていうか、書面で出す必要ないじゃん。普通にプレゼンすればいいじゃん。生活保護完全マニュアルは映画化はしないかな。亀になって見守るって書いたバックスをどう思いますか？いや、教養がないんでしょ。ああ、わかんない。酒飲むときによく、眠剤っていうか、なんつうんだろう。精神薬いっぱい飲んでたから。わかんない。そうだね。花火飛ばないね、うちは。これ漢字すげえ苦手。嫌いな配信者？いや、別に、特に。ああ、了解です。ありがとうございます。石ナイフまだ作ってないよ。水害に支援金を送るつもりはないですね。食っていくのに精一杯なんで、余力がある時だったら全然そういうことはできるかもしれないけど、もう本当に食うか食わないか、瀬戸際なんで。何歳から何歳まで？27歳かな？ 27 歳から31歳までですね。4年間です。いや、カメラ買うよ。ね。26万つっても売り上げだからね。そっから事務代なのなんだかんだの飛んでくんだよ、交通費だ。タバコケースめちゃめちゃ深い色になったよね。びっくりするよね。もうどれくらい使ってんだろう、これ。3年ぐらい使ってる？ニコ生時代からだから少なくとも2年、多分3年ぐらい使ってんだけど、めちゃめちゃ渋み出てきたよね。皮はいいよね。いや、俺は、なんつうんだろう。荒野に関しては力になりたかったね。だから、ミズニアンに渡されたノート、遺言っていうか、そのメッセージ書いてくれって言われたのに、もし仮に次があるなら一緒に生きようって書いた。それは、今でも変わらない気持ちだね。もし仮に次があるんだったら、最後まで生きたいと思う。あ、年齢わかんないな。アイワード2。コメント長文多い？そう。
安いアイテム大歓迎ですよ。はい。延長台とかに、もう塵も積もれば山となるんで、花火だけじゃなくて、いっぱい欲しいですね、アイテムは。よろしくお願いします。荒野のこと嫌いではないよ、別に。あ、まあ、荒野に次があるなら配信しない方がいいかもしれないよね。確かに。ああ、なんかリスみたいってよく言われますね。ほっぺたがぷっくりしてて。知的障害の喋り方はしてません。素直でいい子になろうとしたんです。リスナーが悪い子悪い子って言うから、素直でいい子になろうとした。生ポの時の方がいい生活はしてた。まあまあ、いい生活だとも思わないけど、一長一短じゃないの？なんていうか。なんつうんだろう。いいところと悪いところが両方あるから、プレッシャーは今半端ないよね。お前も死ね、なんで？なんで死なないといけないの？荒野は配信会のことを死後の世界って呼んでたね。可愛い喋り方だった。いや、結構コンプレックスだ、滑舌悪いのは。半端なリスナーが荒野を殺した？いや、殺したっていうか、なんつうか、なんか悲しいね、すげえ。捨て頃の最弱王だろうね。2連敗してんの俺だけだかんね。ティザームービーも作るよ。ティザーも作る。まあまあ、でも、まあまあ、動いていけば、応援してくれる人いるから大丈夫だと思う。ゆっくり考えてるよ。キンキンに、ね、まあ、25万ポンってもらったら、すぐカメラ買ってティザー作るけど。いいよ、ゆっくり考えるよ。時間はあるから。俺が荒野を殺したの。まあ、でも、荒野を救えなかったんだから、まあ、そういうことだよね。いや、なんかリスナーさんが捨て頃の話聞きたくないだって。あ、みやびさんも連敗か。みやびくんと俺だけか、2連敗は。そっか。ああ、そういう風に感じるんだ。ああ、気がつかなかったな。佐野を追っかけてた頃に似てる。社長多いで、でも投げてくれない。なんで？わかんない。それが分かったら、とっくに花火は今上がってると思う。あ、いいよ。空気的になんか。まあ、話したい話の方がいいじゃん。スムーズに。なんか荒れる話題とか俺嫌だし。延長？いや、延長ね、もう、お金かかるから節約しようと思って、花火が上がった時だけ延長してる今は。一発でも花火上がったら延長するって決めてる。もうなんか月に3万とか4万とか延長代かかるから、もうそれも切り詰めていかないと生活できない。もしよかったらアイテムください。まあ人望がないけど、すいません。いや、荒野が本当に死ぬとは思ってなかったよ。だいたい1ヶ月に俺は、そうだね、3万ぐらいかかるね。3万、4万。いや、50ポイント分だったらプラマイゼロだから意味ないから。だったら、この5円を節約してカメラ代にしたいから。まあ、30分で5000、500、5000円じゃない、30分で500円ぐらいだったら50円ぐらい使ってもいいかなと思うけど、トータルね。じゃないと食ってけないもん。だからいただいた5円とか無駄になっちゃうじゃん。どんどんマイナスになるから。そう。30万だからね、年間。あ、36万か。結構高いよ。いや、だからもう本当にボロボロだよ、今。全くアイテム上がってない。生活きついっていうか、まあ、来月きつくなるって感じ。だからもう今節約、切り詰め。
ああ、確かにゴキブリあんま出ないかもね。ああ、着眼点いいね。アイテムありがとう。いいね、ありがとう。いいじゃん、別に。次役取れば無料でできるんだから。無料でやろうよ。なんで、無料でやるっつったら、なんで、ただ節約してなんで怒られないといけないの？ 意味わかんないんだけど。やんちゃさがなくなった？だって俺もう33歳だよ。33歳。結構年よ。じゃがいも放置じゃないよ。後だよ。まあまあ、相手も上がんないんでしょうがないよ。飯食わなかったら死んじゃうもん。ジェダイさん50過ぎて殴り込みに行ってた。包丁持ってたって聞いたよね。33歳、ドレさんが全裸で徘徊してた頃、尖ってるよね。なんでアイテム上がらないの？アイテム投げたくないんじゃないの？ アイテム上がんない原因が分かんないんで、いつまでも上がんないぞ。まあまあ、でもやるしかないかんね。まあまあ、そうそうそう、今の実力よ、これが。今、ワド監督だから。カメラ買うのやめたら、いやいやいや、一応、今しかないなと思ってるから、頑張るよ。食事配信は YouTube でやってる。料理配信と。頑張ります。キツネだとコメント走るのはいつもだよ。弾丸塾どうなったのかは、公式からのツイッターと動画から発表されますんで、フォローしてたら公式からアナウンスがあるよ。配信会はなくならないでしょう。さすがにそれはないと思うよ。だから、まあ、生活費に使ってって言われたら、それはカメラ台の方には回さんよ、その花火は。ああ、そうなんだ。深夜ちょ配信するんだ。花火ありがとう。延長します。花火ありがとう。延長します。ありがとうございます。100号さんありがとう。ありがとうございます。いや、カメラ500円じゃ買えないわ。よいしょ。はい、こんにちは。囲いっていう囲いっているかな？どうなんだろう。なんか囲いっていうのはあんましっくりこないかもしれない。炎上のために花火小食。いいじゃん。ありがとうございます。やればできる子って、やったら誰でもできるでしょ。やらないから問題なんだよ。 やったら誰でもできるよ。やってもできない子はダメな子でしょ。 本当に。
まともに成立させた企画なんだろう。ちょっとわかんないかな。あ、俺サイコパスっぽいよね、ちょっとね。鏡を見ろと、俺ずっとモニター画面に自分映ってるから、多分人のことを誰よりも鏡をずっと見てる状態なんだよ。普通の人よりもずっと自分の顔見てると思うよ。和道の配信好きなんだけど、孫子が和道のことディスってるのが気になる。あー、なんか急にディスられるようになったよね。まあまあ今付き合いないからしょうがないけど、昔仲良かったんだけどね。俺がさ、ニコ生バンになった時、一番最初にアカウント貸してくれて、有料アカウント何個か持ってるから1個使っていいよって助けてくれたのが孫子だったから、俺孫子のことめちゃめちゃ好きだったのに、なんかめちゃめちゃ目の敵にしてるよね。すげえ悲しいよ俺も。まあもう話すことはないんだろうけど。あ、違う違う。あのね、ニコ生時代の3年ぐらい前にめちゃめちゃ支援してくれてた社長さんが、今日飯食おうっていうか、今日時間あったら会えるっていう風に朝来たから、今それの待ち合わせの時間とかいろいろやってた。なんか今東京いいんだよねって言って。ワド君久しぶりっつって。で、配信回しいいって言われたから、まあ YouTube ライブとかふわっちかまだ決めてないけど、どっかで配信回しながらさ、なんかもうずーっと支援してくれてた社長さんだから、ちょっと会いに行こうかなと思って。今支援してくれんのって何？いや、今リスナーじゃない、もう全然見てない俺の放送。もうだから2年ぶりぐらいに会う感じ。ふわっちでコメント書いたこと1回あるかないかぐらいな、ニコ生時代の人。1回会ってみようかなと思って。あ、知ってる知ってる。のんちゃんの家族知ってるよ。だから、のんちゃんの車の俺の助手席には、オレオレ詐欺撲滅うちわが入ってた。警視庁が配ってる。何これってのんちゃんに聞いたら、弟が入れてたって言ってた。俺が座るの知ってて、うちわパッて見たら、オレオレ詐欺撲滅って書いてあったよ。ひどくない？あ、アンチだから。のんちゃんの弟は俺のアンチだから。え、リスワンなんかもう取れないよ。もうずっと取ってないよ、俺。何ヶ月取ってないんだろう。何食べるかわかんない。まあもしかしたら喫茶店かもしれないし。なんで俺首つんの？やだよ。あ、捨て頃については聞きたくないって。だから、あ、ごめん、話すのやめるわ、つって。いや、だから出る資格ないっていうことを言ったら、もうそんな話いらないって言われた。はい、すいません、つって。別の話しよう、つって。テロップ変えらんないんだよ。キャスト違うんだよ、仕組みが。はい、ワドツ。あ、知ってる、知ってる。
いや、ダウン、ガウンね、ガウン。ガウン脱げなかったんだよ。グローブはめたら、グローブが16音声でかいから、抜けなかったんだよ。で、本当は T シャツも脱ぐ予定だったんだけど、これ絶対脱げないねってなって、もうレフェリーが着たままやろうって。はいっつって。だからこの T シャツで戦ってたの。いやーね、バンドやりたいね。うん。まあ、自信あったんだけどね。ダメだったね。あれはね、日高さんの試合用の、あのガウンなんだよね。ああ、ダウンね。ダウンね。綺麗に倒れちゃったよね。あ、ごめんなさい。狐枠なんでお久しぶりですって言われても、ちょっと誰だかわかんないですね。ごめんなさい。うん、いや、まあまあまあ、敗者はもうダメよ。あ、わかる、わかる、わかる。ごめんごめん。いや、さっきのダウンとガウン被っちゃったから、ごめんごめん。今はわかってるよ。うん。はいはい、Kさんいらっしゃい。はい、いらっしゃい。食事会って何？飯を食いに行くっていうだけなんだけど。うん。何歳までできる限り続けたいね。長く続けられたら嬉しいなって思ってる。はい、わかつ。T シャツはね、残り、1、2、3、4、5、残り6枚だね。うん。映画はね、恋愛もの撮ろうと思ってる。俺控え室で泣いてないよ。俺控え室で泣いてないですよ。やめて。嘘をつかないで。なんか勝手になんか俺が控え室とか楽屋とかで泣いてたっていう嘘が広まってんだけど。それ誰が言い始めたの？部屋汚いよ俺。それ嘘つくのやめて。ギターうまいじゃん。ギター弾けるよ、俺。もうパワーコード覚えたから。ギター今めっちゃうまいよ。ギターは今弾けます。まあ、荒野についてはもう非常に本当に悲しい気持ちですね。悔しいですね。いや、俺泣かないから。うん。俺は涙を流さない男だから。弾いて。まあ今はいいじゃん。いや俺泣いてないよ。うん。嘘つきだよ。俺が泣いたとか言ってるやつ。ありがとうございまーす。グレート花火。グレート花火ありがとうございまーす。匿名さんありがとう。グレート花火ありがとうございまーす。お、ありがとう。俺は泣かないから。涙なんて流さないから。うん。のんちゃんはね、もう配信しないって。あんまり映りたくないって。いや、俺は泣かないから。俺は泣かないです。荒野死んじゃった。リスナーに会いに行くって言えばいいのに、なんで自分を大きく見せるために社長に会いに行くって言っちゃうの？そういうところが寂しいっぽいんだけど、すいません、気をつけます。うん、ありがとう、バカありがとう、うん。すいません、はい、嘘つき呼べ。俺は泣かないから。うん、俺、のんちゃんの紐じゃないよ。バカありがとう。いや、顔文字似てない、それ、うん。ありがとう。風船ありがとう。バガーありがとう。ああ、荒野の YouTube の音源、ドラム、荒野の歌聞く？あるよ。荒野の音源かどうかわかんないけど、一曲流そうか、荒野の曲。見る？見るんなら流すけど。一曲だけ。見る？やめとく？聞く？
じゃあ1曲だけ流そうか。5分もないと思うけど。ちょっと待って。荒野の歌聴いてください。ね、どっち？見るのやめるの？聞かない？あ、じゃあやめます。やめます。いや、どっちでもいいよ別に。見たければ見るし、見たくなかったら見せないし。だってリスナーありきじゃん。YouTube にアップされてるよ。見る？あ、じゃあ見たくない人は一旦落ちて。ちょっと5分だけ流すから、見たくない人は一旦落ちて、5分後に戻ってきて。追悼の意味も込めて。これじゃないな。これか。いきまーす。
あ、いいよ、全然。もし、なんか、そういうのがあったら、ショートでまとめて、編集して送りますよ。全然。俺から接触するのは多分失礼だと思うから、なんか、まあ、かなちゃんとかやっちょとかに言われたら送るよ、全然。いや、荒野好きだったからね。あと、ステゴロ終わったら入ろうなーって、ステゴロ終わったら入ろうなーって、スタジオ入ろうなーって言って、もう一回入りたかった。ねえ、家での雑談頑張ってたよね。いや、荒野可愛いでしょ。まあ、俺とは全然ジャンルが近かったけど。レターパックで現金をくれって言われてるのですが、どうしたらいいですか？誰に言われてんの？主語がないと分かんないよ、1143。誰に言われたの？レターパックで現金をくれって。弾丸塾はね、公式のアナウンスを待ってください。閲覧がかそるのが苦しかったのかどうか分かんないな。俺は全然かそってもやべえなって思うぐらいで。負のオーラまとってる？マジで？やばいな。アンコールっていうか、この3曲しかない。俺と荒野がスタジオに入って、曲っぽいものはこの3曲しかない。だから見せろって言われても、そもそもね、Wi-Fi A っていう曲と、キャスバーっていう曲と、青壁っていう3曲しかない。あとはなんか適当にジャムってるだけ。荒野とのスパーリング見る？まあ、全然いいけど。見たければ見、あの、キャプるけど。あ、でも、ちょっとね、検索に時間かかる。俺、リスワンなの、今日。いや、まあ、無理でしょ。9日でしょ？無理無理無理。今、何位なの？リスワン？リスワン？俺今ないの？無理でしょ。全然無理でしょ。俺21位だよ。なんで俺にリスワンって言ってんの？全然俺圏外でしょ。21位だよ。今日はまあ爆音よしおかジェダイじゃないの。あ、じゃあ、細かく聞いて編集しておくよ。ショートバージョン上げとく。リスワンは S1、リスワンは閲覧数。俺はリスワンもう無理だよ。もう何ヶ月も撮ってない。去年の10月から撮ってないから、9月、9ヶ月間撮ってないもん。それまではずっと撮ってたけど。今配信者が、力ある配信者が多すぎるし。これリスワン10ヶ月ぐらい連続で撮ってたんかな。で、もうダメだと思って、今後は撮れねえわと思って、もう今後撮れねえっつって。で、そっから撮ってない。シルバーの手入れちゃんとやってるよ。いいじゃん。やりたいことやらせてよ。音楽もシルバーも服も格闘技も映画も好きなんだから。抜かされてるっつうか、もう撮れない。
実力的に閲覧数が持ってないから。水増しもともとやってない。俺水増しやっててこの閲覧数って恥ずかしいでしょ。さすがにあのこれくらいはあるわ。まあ世代交代だよね。まあ、狐でこれが俺の限界だよ。ああ、一瞬だよね。なんか配信会に最近不幸が多すぎるよ、本当に。あ、バカは死んでも治らないになりたいな。バカは死んでも治らないって言われたいな。あ、俺配信全く見ない。もう、あ、唯一今見てるのは便所太郎さんぐらいかな。それでもなんかこの前の桃太郎の件でなんかちょっとへこんで見づらくなっちゃった。すげえあのロムって見てたんだけど、唯一便所さんだけかな見てたのは。なんかあの桃太郎の件で普通に楽しめなくなっちゃって、もう今誰も見るもんがない。あ、わかんない。辰彦はどうなのか。唐揚げのタレ？唐揚げのタレは俺が売るの？どこで？優しいね、ありがとう。そうだね。ごめんね。いや、すげえ趣味になってくる。すげえ、ありがとう。いや、ありがとう。うん。ちょっと積もっちゃって。いや、唐揚げのタレ売ろうかなって、やんちゃん、いや、唐揚げ。ちょっと面白いな。誰だろうね。たまにこういう。たまにこういうパンチを聞いたコメントたまに出てくるから、ふわっちも捨てたもんじゃねえよ。ちょっとつぼっちゃった。優しいね114はね。まあでもお金困ってるんでしょって、から揚げのタレ売ったらいいよって、限界安いし売れるよって。優しいよね。ちょっと面白かったな。配信者に引退っていう概念はないよ。勝手に始めて勝手にやめてくだけだから。ちょっとじわるね、これだから。唐揚げのタレはね。すげえなんか優しい人なんだろうね。いや、優しい人なんだろうな。一生懸命俺の稼ぎ考えてくれた人なんだろう。なんかほっこりするよね。たまに配信やってるとこういうなんかいい、なんかこうじわるっていうかさ、いい人なんだろうなっていう。ちょっとね、あれ不機嫌笑っちゃったけど、ちょっとあの結構いいワードだったね。じわじわくるよね。まあ、配信自体持たざる者の俺はカウンターっていうか、何も持ってないやつほど配信強いって感じがする。持ってないやつほど才能があるっていう。で、持ってるやつは配信から遠い人っていう感じ。俺の感覚ね、それは。弾丸塾の運営さんは俺のこと全部知ってるよ。直樹兄さんのカウンターめちゃめちゃフック、左フックだと思うんだけど、あれはびっくりしたね。もう完全に一本取られたと思った。あ、しょっぱなやつでしょ。
スタンディングダウンに関しては全く聞いてなかったから、反撃するタイミングが遅かっただけで、2回目のダウンあれなんだけど、1回目のダウンは、あ、綺麗にやられたな、うめえなと思ったもん。腰から落ちたもんね。うん、あれはもう、あ、これやばいと思ってね。うん、これはもう取り返さんとやべえと思った。あ、そうね、手出さなきゃスタンディング取られるよね。まあまあまあ弱かったね。ちょっと2回目のダウンに関してはレフェリーに殴っちゃってんの、もうちょいっていうのはあったけど、まあ後から見てみたら、まあ手出すの遅えなって思った。うん、うん、練習風景後半に 1,2 回流してたよ。うん、配信好きだよ。首吊りについて語る気分じゃないよ。いや、わかんないのよ。要はパンチだと思って、もうカウンターずっと神になって狙ってるから聞いてはないの、実際。で、そこで止まったと思ってパッて来たから狙ったの。そしたらレフェリー思いっきり入っちゃって。そう。もう反射でやってるから考えてる時間ないよ。あ、バブル来てるんだ。メガネ外すとぼやけるって感じで、ここのコメント欄は見えてない。うん、今の、この距離で見えてない、ね。ぼやっとすんの。右と左の目がずれてるから、ぼやぼやする。霧の中みたいな。ね、実はね、パトラッシュさんとオーナー知り合いだっていうのは本当らしいよ。うん、本当らしい。うん、俺も噂で聞いた。ガタイっていうかね、なんか、うん、パワーすげえ強かったね。パワー、なんかパンチ力もそうだけど、プッシングとか体当たりみたいな、体がぶつかった時にやっぱポーンって吹っ飛ばされちゃう、うん、強かったよ普通に。直樹兄さん、いや、メガネでいいや、うん、まあ一応ね、機材は100万で揃うから、ゆっくりゆっくり考えてる。キンキンでって考えてないよ。ギンギンでって考えたい。もう出ない、うん、パトラッシュさんめちゃめちゃ成功してるからね。まあぼやけるけど、まあしょうがないよ。あー、テルと直樹兄さんか。あー難しいな。テルと直樹兄さんどっちが強かったか。あー難しいな。両方とも負けてっかんな。いや、どっちも強かったって感じだよ。どっちが強かったっていうよりも、勝ってるんだったらどっちか分かるのかもしれないけど、二人に負けてっからな。うん、両方とも強かったよ。うん、俺パトラッシュさんめっちゃ好きなんだけど、コラボしたい。うん、あ、本当にパトラッシュさん、ありがとう、教えてくれて。了解です。テルジャンミンはまあまあ雰囲気イケメンっていうか、顔なんか、俺が会った時エスキモーみたいな感じだったの。俺が初めてテルと会った時、ふわっちの収入が6万円で、なんか宿がなくて俺のイメージのテルチャンピン見せるよ、じゃ。俺が初めてテルに会った時ね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、俺が初めてテルに会ったのいつだっけな。ちょっと待って、ちょっと待ってね。それを見たらわかるよ、イケメンかどうか。
まあでも今おしゃれだし、髪型とかも整えてるし、すげえ、雰囲気かっこよくなったなって思うよ。昔に比べたら。あれ、ないかな？昔のテルチャンピ。あった。俺が初めて会った時のテルチャンピの画像出すね。初めてテルに会った時は、こんな感じ。これテル。寒くて宿がなくて、服を5枚ぐらい着てたの。で、モフモフで、洗濯コインランドリーどっかある？とか、なんか家泊めてとか、こんな感じだったのね。だからこれが俺のテルのイメージなんだよね。金ないわーって言ってて。ワードコインランドリーどこや、どこやねんみたいな。なんかやたら服を着てたね。俺のイメージこれ、テル。だから、まさかあんなに金稼ぐとは思ってなかったから、服5枚ぐらい重ねてきて、こんな感じか、俺のテルのイメージ。だからまあ、かっこよくなったなっていう感じだよ。そうそうそう。服とかもイケメンになったし。だから、なんかホームレスみたいな感じだったの。そう、野宿してたの。そう。本当にホームレスみたいな感じだったもんな、見た目。これが初対面かな。家がないから、泊まりなーっつって。そう。だから、ねえ、こんな感じだったね。だからまあ、こんなに成功するとは思ってなかったよ。な、す、ねえ、1000万以上稼ぐとは思ってなかった。ごめんなさい。そういうことは話せません。男官塾のことに関しては僕は何にも話せませんよ。話せることは話します。今となっちゃ俺が正ホームレスだからね。ホームレスって時嫌だからね。わかんないよね、人生って。ねえ、なんで映画やめんの？なんで嫌なの？なんで映画やめてほしいの？まあ、テルが色恋やってるのはみんな知ってたから、もう誰が話すかっていうだけの話だったから、別に今更って感じだよ。テルがもう色恋やりまくってんのはもう知ってることだから、みんながみんな。東宝シネマズで見れません、僕の映画は。小さい映画館とか公民館とかでオフ会で上映会やります。アイラの方が圧倒的に稼いでるよ。アイラはもう5000万ぐらい稼いでる。俺芸能人じゃないよ。辰彦は俺が約束しようっつって、次一緒に出て、一緒に勝とうって俺が言って、辰彦は配信者ですらないのに出場して勝って約束守ったんだけど、俺が辰彦との約束を俺だけ破っちゃった。 俺が偉そうに、辰彦捨て頃出たいかっつって、だったら辰彦配信者になれ、でお前は勝て、お前はスターになれるっつって、約束なって言って、わかりましたっつって、辰彦は約束守って 辰彦いいか、お前も配信者に捨て頃出たいんだろ。だったら配信やれよ。本気でやれよ。出るまでやれよ。一年間で人間は変われるんだよ。つって。わかりました、和藤さん。僕絶対出ます。そして勝ちます。和藤さん一緒に勝ちましょていう話。はい、和藤。テルチャンピンと揉めた人結婚詐欺で訴えるみたい。ああ、まあまあ、しょうがないよね。地価格25銭だっけ？ 35 銭だっけ？いや、辰彦、そこい、
そこ辰彦はもう失笑レベルでしょ、もうサブって感じでしょ、辰彦からするとあいつ何なんっていう感じでしょ。窓は何なんでしょ、うん、幸せになれたらいいね、うん、幸せになりたいね、うん、幸せになりや、みんな幸せになりたいでしょ、うん、5000万、まあ投げた方はっていうかいろんな人が投げてトータル、ああ1億ぐらいトータルリスナーさんだから運営5000万アイラ5000万ぐらいじゃないの、うん、多分、うん、ねえ辰彦いいやつだよね本当に、うん、年収だよ年収、1ヶ月じゃないよ、ねえすごいよね、まあ、アイラが一番稼いでんじゃないの、うん、そう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 、ニコ生時代から200万もらったとか300万もらったって半年くらいに言ってたから、もともと稼いでたのニコ生時代からアイラは。だからそのふわっちっていうその投げ銭っていうのにまあぴったしカンカンでハマったんでしょ、年収5000万ぐらいあんないの、うん、分かんない、アイラが色恋かどうか、アイラに色恋してるでしょって言ったら俺はリスナー全員とパコってやりたいっていう名言を吐いたからね。アイラのいいところは隠さないの、なんかそういうファンサービスも含めてアイラ劇場で炎上しないんだよ。俺は別にワード、俺はさリスナー全員とセックスしてやりてえと思ってるから別に花火とか投げなくても花火ありがとう、俺はさワード全員とセックスしたいよパコりたいよって言ってた。腹立つよ、ね、どうなんだろうね、生きてけんのかな、わかんない、俺が年収1000万ね来たらいいよね、あの年収1000万稼いだことないから、うん、ペロチャンピンって呼ばれてんだ今。まあね、先月っつうか暴露されるまではすげえテル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 って言ったけど手のひら返すの早いよな。今なんか TCB の株価が大暴落しててすげえ面白いんだけど、まあまあ、立川市議会議員だったらね、1000万、800万、公式には800万だけど、いろんなもん含めたら1200万ぐらいいくんじゃないの？うん。アイラもともと、水商売の店長かなんかやってたんだよね。テルジャンビンは、なんだっけ、色恋営業してるのがバレて、なんか、君にしてるのが暴露されて、なんか、結婚詐欺で訴えるとか、もう大炎上してて、で、婦人部が大激怒して、要はもうパコりまくってるわけじゃん。みんな、テル君かっこいい、テル君かっこいいって言いながら、自分のテル君だと思ってたのが、みんな、兄弟っていうか、姉妹だったわけよ。TCB ってついてるの。全員私のてるくんって思って、私だけのてるくんって思って、てるくんかっこいいっつって、せやでーってこうやってやって、ああ私に合図くれたーってコメント打ってたのが全員にくんにしてたっていう、すげえ面白いよ、うん、っていうオチらしいよ。いやまあいつバレるかって問題だったんだよね、サオ姉妹だ。サオ姉妹って、いやまあまあまあよくねここまで引っ張ったよ、もうだって1年以上前から噂っていうかね、もうみんな知ってたことだから、うん、そうそうそう、いや面白いでしょ、で今ペロチャンピンって呼ばれてんだよ。いや今度テルの枠見てみようかな、ちょっと興味湧いてきたわ、うん、便所さんが暴露したんだっけ、誰が暴露したんだっけ、うん、まあまあいいんじゃない、 TCP って仲良くね、仲良くやってたんだから、みんなでね
共有できたんだから、てるくんも。くんには仕事なの。うん。実家改造中なんだ。配信者通過っていうか、まあまあ、噂が流れてくるし、っていうかね、女の子から、私、テルに色恋かけられてるんですっていう相談がずっと来てたから、だから、まあ、そうなんだ、つって。っていうかもう、リスナーがペラるんだよ。うん。だから、何人も来てるよ。一人二人じゃないよ、もう。テルに騙された、つって。うん。まあまあ、出張ホストだよね。知ってたのに黙ってたって、だって営業妨害じゃん。逆に、まあ一人で個人的に相談受けたら、いや、じゃあ辞めればとか、好きなのとか相談は乗ってたけど。うん。うん。ネタにはしないよ。うん。関係ないもん、俺。一眼のカメラ買いたいね。うん。幸福の科学？いや、面白いでしょ。卵味噌が振り込みしてってしつこい。ああ。え、それキャプチャーさらせるの？俺にキャプチャー持ってこれるの？卵味噌の DM とか LINE とかを見せられんだったら欲しいけど。うん。知らない。リスナーがペラルの和道だけ？いやいや、いろんな人に言うでしょ。俺に言ってるってことは他の仲いい配信者に相談してるでしょ。うん。うん。レッドファンでいくらすると思ってんだよ。ハリウッドクラス。うん。俺は出張ホストとかしないかな。うん。一眼ならっていうかね、俺はね、ソニーの α7-3 っていうやつが欲しい。うん。はいはい、了解。うん。あ、まあ、テルは喋り方可愛いよ。人懐っこいよ。うん。アイラが色恋してるかどうかわかんない。っていうか、まあ、アイラはそういうキャラクターだから叩かれないと思うよ。アイラはそれに頭悪くない。うん。ていうかね、多分なんだけど、リスナーと会ってない。俺の予想。アイラは、なんつうんだろうね。バンギャを囲ってる感じだから。だから、なんかバンギャの女の子って結構そういうのに寛容だったりするの。いや、セフレでもいいから抱かれたいみたいな割り切り、ちょっと大人なのよ。でも、テルのはガチ恋勢だから、本当にテルと付き合ってると思ってる人たちばっかりだったから、あ、これはまずいなっていうか。そもそもだから、結構おばさんだったりとか、メンヘラだったりとか、いろいろ、その辺をガチで恋させてたから、あ、まあやり方まずいなと思ってたけど。まあまあ、騙される方もって言ってもね、いいんじゃない？知らないよ。そんなの俺に言われてもわかんないよ。俺からしたらもう、そんなトラブルになるに決まってるじゃんって感じだもん。うん、いいんじゃないの？だってまともに考えてさ、なんかね、普通のなんかババアとさ、テルが付き合うわけないじゃん。テルに君にされただけ良かったんじゃないの？100万円の君に100万円だか200万だか知んないけどね、貢いだ分で君にしてもらったんでしょ？良かったじゃん。わかんねえけど。ねえ、憧れのテル君に。そうそう、他人がとやかく言うことじゃないでしょ。ほっとけいいんだよ。まあでも婦人部は怒ってるらしいよ。それはまあ怒るだろうけど、婦人部っていうか、本人たちからしたら彼氏だったわけだからね、テルは。一人一人からすると、
動画で流出はどうなんだろうね、ちょっとわかんないな。さすがにそれは撮ってないでしょ、いや人のことはちょっとやめよう。めくれたもんはコメントやっとできるけど、自分から何かを暴露するつもりはないよ俺。結婚詐欺で訴えられたらどうするんだろうね。まあ金払うしかないよな。アイラはスマートっつうか、まあ遊び慣れてるっつうか遊ばせ慣れてるっつうか、まあプロのホストって感じ。俺の感覚は。もうなんかその深追いさせないよねやっぱ。ババアしか抱けないから嫉妬すんな。帰ってきたな、ペロチャンビン帰ってきたね。あの普段のさ色恋真っ只中のテルだったらふんっつって、ああそうなんだ、 せやなって終わったんだけど、もうさ全部を失ったからさ、こういうさポンプにも乗っかるようになったよね。帰ってきたなテルチャンピン。そうだよ、お前は雑談配信者だよ、こっち側の人間だよ。おかえりテル、どうなんだろうね。まあいいんじゃない、テルもテルで稼げたんだから、金持ってるでしょ。ペロチャンピン。ペロって言ったペロは認めてるどころか、テルチャンピンは今色アットマーク色恋っていう風にもうすげえ開き直っててかっこいいよ逆に。テルチャンピンのタイトルとかすごいことになってるからね。あのまあ開き直り方すげえやっぱ配信者だなと思うよテルチャンピンは。テルチャンピンのテルチャンピンアット色恋に名前変わってるでしょ。あとなんだっけ、なんかすごかったよ、色恋帰り色恋帰り色恋散歩とか魔法が解けたとかさすげえ面白いよ魔法が解けたっていうのセンスありすぎでしょ。魔法が解けたはセンスありすぎだよね。ディズニーランドの帰りだからね、しかも。くせ、色恋散歩も面白いしさ。そう。いやー、まあだから帰ってきたんだよ。面白いよな。いや、配信センサーはもともとあるよ。昔から面白かったもん。いや、ちょっと面白いよね。そう、開き直り方っていうか割り切り方がうじうじしてなくて。バレたわーっていうすげえ可愛いよね。ちょっと面白い、おかえりテルチャンピン。覚醒したっていうか、まあ元に戻ったって感じだね。昔からそういう配信者だったから、今テルが行きつけの風俗場について熱く語ってる。いいね。一皮むけたっていうか、まあまあ俺はなんかやっと帰ってきたかっていう。あ、ごめん。俺そろそろお風呂入って、リスナーさんと会うんで、お風呂に入ります。